ゃー。今回はお腹周りが気になる人におすすめなサイドプランクの応用編というのを紹介していきます。サイドプランクというと、このようにキープするプランク、通常はキープするんですけども、あれをお尻を動かすとかいうやり方はよく見ると思います。でも実は下を向くことで腹横筋、腹斜筋、腹直筋、お腹周り全体に効かすことができてくるんです。これを今回たったの3回、そして初級、中級、上級と3種目、3回ずつを3種目紹介していきます。自分のレベルに合ったものを選んでやってみてください。そして今回サイドプランク下向いてよく効くっていうメリットとしては、外腹斜筋と腹直筋をひねることができるので、より腹筋に効く、そして力を入れたままゆっくり戻ることでアイソメトリック収縮が加わってお腹にしっかり効きやすいという風になります。そして今回たったの3回というところは、呼吸を10秒間吐き続けて3回です。なので3回ですが30秒動くことになります。息10秒間吐き続けることで腹横筋が身につきますから、腹筋してもお腹がへこみにくい、お腹の前は出てないのに寸胴になっている、そういった方は腹横筋が弱いっていう風になりますんで、今回の腹筋やってみてください。それでは初級からやっていきましょう。床は少し柔らかいところでやった方がいいです。というのも肘をつきますから、肘が少し痛くなる可能性があります。なので肘だけタオルを引くとか、柔らかいところでやってください。まずスマートフォン顔の前を置きましょう。そしたら肘は肩の下、ちょっと前に出やすいんですが肩の下に置いてください。そして初級編なので膝は曲げます。体からまっすぐにします。お尻を上げます。ここでね、三角形を作ります。このまま手を上に伸ばして息吐きながら手を後ろに遠くに持っていきます。ふーっとできるだけ遠くに持っていきます。しっかり下を向いて、息がなくなったら帰ります。これを10秒間息吐き続けて、下向いて戻ったら1回です。これを左右3回ずつやっていきましょう。お腹は下向いた時にしっかり持ち上げてください。上にお腹をぐーっとへこませて、息を細く長く吐いてください。それでは3回やっていきましょう。体はまっすぐいきます。スタート。ふーっと息吐きます。1、2、3、4、スマホ見ながら5、6、7、8、9、10、吸って吐いて、1、2、お腹をどんどんへこませて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 同じように反対もいきましょう。スタート。しっかり下向いて、1、手を遠くに伸ばして、4、5、6、7、8、9、10。吸って吐いて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ラスト。吐いて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。それではレベルアップしていきましょう。次、中級編です。中級編はこのような体勢から手を伸ばして、しっかり下を向いて手を遠くに伸ばしてください。呼吸は一緒です。それではいきます。お腹をしっかり引っ込めてスタート。吸って吐きながら、3、4、5、6、7、8、9、10。吸って吐いて、プルプルしてきた。5、6、7、8、9、10。 OK。 だんだんね、辛くなってきたと思います。肩がね、少しだるい方はね、ちょっと回
ください。さあ中級編反対いきましょう。さあ頑張っていきましょう。いきますよ、スタート。しっかり下抜け、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、しっかり吐き続けて、3、4、5、6、7、8、9、10、リラスト、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 さあ最後上級編です。頑張っていきましょう。上級編は上の足を後ろに伸ばしたまま下を向く、できるだけ後ろです。上半身は一緒です。さあちょっときついですが最後頑張っていきましょう。息を長く吐くことがポイントです。息が止まらないように頑張ってください。それではいきます、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2回目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ラスト、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 まあまあ辛い。いや結構上半身もね体重が乗っちゃうから辛いと思います。さあラスト行きましょう。足後ろにしてスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 2回目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 ラスト、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 だーかー、いやーお疲れでした。いやサイドプランク真横でね止まっとくだけなら簡単なんですけども、これはね体をひねるんでね、たったの3回でよく効いたと思います。まあ、3つやりましたけども、自分のレベルに合ったものをねやってみてください。でこれはいいところって、首が痛くならない、腰が痛くなりにくいってところがねポイントです。ただ上半身に体重がやっぱり乗りやすいので、腕がだるくなった方もねおるかもしれませんが、これはね慣れてきますから、ぜひたったの3回でいいです。やってみてください。各種 SNS も行ってますので、よかったら説明欄の方から見てもらって、インスタグラムはね最近毎日配信してます。よかったらフォローして確認してみてください。で最近流行りのクラブハウスっていうね音声の SNS というのも始めてみました。クラブハウスやってる方はタートルと検索してもらったら一番上に出ると思いますんで、よかったらそっちでもフォローしてみてください。今後そっちでも配信する予定です。今回もご視聴ありがとうございました。